日本とハイチの関係について外説する。重機で工事を行う自衛官現地で文化交流をする自衛官中日ハイチ大使館入り口戦前から外交関係を有しており、1931年には在神戸ハイチ領事館が開設、1935年には在ポルトープランス日本名誉総領事を設置した。 第二次世界大戦により一時国交が断絶するも、1956年には国交が回復した。1960年には中日配置大使館が開設され、日本国大使館は当初在ドミニカ共和国日本国大使館が喧嘩していたものの1975年には在配置日本国大使館が開設されるなど、戦後は順調に友好関係を築いてきた。 しかし、2004年に、ハイチ解放再建革命戦線が、北部の町ご内部で放棄を起こし、ハイチクエデターと呼ばれる武力衝突が発生した。この情勢不安により日本は、大使館を一時閉鎖し、同年には再開されたものの特命全権大使が、常駐しない状態が続き、事実上の在ドミニカ共和国日本国大使館であった。2010年代後半からは、 情勢安定化により、徐々に在配地献金駐在官事務所が文化交流などの活動を再開し始め、2021年には、ようやく献金駐在官事務所が廃止され、ポルトープランス郊外のペシオンビルに大使館実館が開設した。2010年1月、配地でマグニチュード7.0の配地地震が発生し、もともと最貧国であった配地は、 防災インフラや社会基盤が脆弱であったことから、首都ポルトープランスを中心に甚大な被害を受けた。さらに、それに追い打ちをかけるようにコレラが大流行し、20万人以上の死者が発生した。地震を受けて日本は自衛隊を緊急で、配置に派遣。医療物資の援助や、テントなどの避難物資の提供、救命活動や医療行為が実施され、それに、ほぼ継続して、 ブラジル主導の国際連合配置安定化ミッションにも参加した。ミッションでは重機による倒壊した建物の瓦礫の撤去や道路の補修、日本は地震大国であることから地震に関する防災、耐震技術の提供等が実施されたほか、ミッション後半では文化交流や教育活動も行われた。これら支援の総額は7500万ドルに及び、 アメリカ合衆国に次いで高額であった。なお、日本は撤退に際し、配置へ銃器を譲渡しているが、自衛隊の銃器は武装可能なため武器に分類され以前は譲渡不可能だった。しかし、派遣期間中に武器輸出3原則が緩和され銃器譲渡が可能となり、日本としては初めて武器を譲渡した国となった。2013年、 自衛隊はハイチから撤退した。2012年に当時ハイチ大統領であったミシェル・マテリが現職大統領として初訪日。当時総理大臣であった野田義彦と首脳会談を実施してハイチ側はハイチ地震後やハリケーンサンディにおける日本の支援に感謝の意を示した。一方の日本側は防災やインフラ面でハイチに さらなる支援を実施していくことを約束している。続く2014年には、日、カリコム首脳会談の開催国であったトリニダード・トゥバゴでも、大統領マテリと安倍晋三との間で、懇談会が実施され、全政権の方針を引き継いだ協力関係が確認されている。両国ともに島国であり、地震大国といった特徴を共有していることから、このように、 防災面での結びつきは強い。日本は2017年までに累計で600億円以上の援助をハイチに実施しており、ハイチにとって日本は主要な開発援助国である。ハイチ地震後だけでも、日本はハイチの復興、開発のために3.2億ドル超の支援を実施している。また、ハイチ地震、ハリケーン、サンディの復興援助に続いて、2016年10月に、 ハイチを襲い500人以上の死者を出したハリケーンマシューの復興にも日本は援助を実施している。2018年にはハイチにおけるこれらの予防と根絶のためユニセフを通じて3億円以上を拠出した。ハイチでは日本車やバイク、柔道や空手といったスポーツ、またアニメや漫画といったポップカルチャーへの関心は若者を中心に高い。一方で 日本の伝統文化や社会情勢についての情報は未だ限定的である。そのため在配置日本国大使館では日本文化の発信活動が続けられている。また2014年より配置国立大学と埼玉大学の間では学術交流協定が締結されているなど学術的な結びつきは強まっている。ありがとうございます。